しずこ、前髪どうかな。本日、その質問6回目です。うわぁ、ぶぅ、だって今日は特別な日なんだよ。ねえ、みさき、しずこが冷たいよ。決まってるよ、さくら。え？バッチリ。ほんと？みさき、ありがとう。やっぱり来てよかった。びっくりした、みさちゃんが来るなんて。何かあるのかな。よし、俺がオーダー取ってくる。待て、ここは俺が。いやいや、やっぱりここは俺が。俺に言ったよ。お前たちはミスが多いんだよ。なんじゃこの野郎。あ、まぶしい。クーガくん。や、彼がさくらの好きな。どういうことだ、どういうことだよ。何あの、まるで合コン開始みたいな雰囲気。じゃあこっちも自己紹介。ギターのショーです。ベースのコールです。ボーカルのクーガです。ドラムのウィリアム・アダム・ユージダフ。外国人ですか。いいね、美咲ちゃん、ナイスな切り返し。今までに出会ったことのないタイプの人たちだな。そうだ、さくらちゃん、この前言ってたポスター、特別にプレゼントしてあげる。え、本当ですか？かっこいい！無理だ、さくらの感覚についていけない。しずこ。人がゴミのようだ。我関せず。本当の本当に夢じゃないんですね。何が？今目の前に皆さんがいることですよ。まだ信じられない。ファンやっててよかったです。大げさだよ。そんなことありません。大好きだから。クーガくんが声をかけてくれた時なんて嬉しくて心臓が止まっちゃうかと思ったんですから。別に感覚についていけないなんてそんなことはどうでもいいよな。恋をしているさくらは可愛い。それが無性に嬉しくて応援したくなる。しかし友達二人だけとは。チケット20枚も持ってくるんじゃなかった。こんな面倒なファンサービスなんてもうやめようぜ。客は十分に取れてるんだからさ。やっぱりあの子お前に惚れ込んでるな。俺ストレートの長い髪って好きなんだよな。え、美咲ちゃんって言ってたよな。彼女もらっちゃうかな。ガーン、美咲ちゃんをもらっちゃう。なんだって。ライブに？そう、どうかな、美咲ちゃん、絶対楽しいからさ。あ、いや、私はなかなか時間がなくて。そっちの彼女は？遠慮しておきます。もったいない。ねえ、クーガくん、チケットってなかなか手に入らないんだよね。で、なんとかして来られないかな、美咲ちゃん。いや、お金もないので。じゃあ、そのチケットあげるよ。え？来てくれるよね。あ、いや、さくらは行くのか。え、ああ、もちろんだよ。さくらちゃんは毎回来てくれるもんね。そうか、やっぱりさくらはファンの鏡だな。さくらったらいつも夢見しの話ばかり。本当に好きなんだよな。でさ、みさきちゃん、ライブの件なんだけど、やっぱりダメ？気のせいか。なんかあのクーガって人、私にばかり話しかけてる気がする。どうすれば、さくらに。はぁ、どうも。何してるんですか？いや、ちょっとゆっくり話したいなと思って。それなら席に戻ってから。ダメだよ、あっちはあっちでよろしくやってるんだから。何言ってんだ。さくらの気持ち分かってるんでしょ。うん、
でも俺その気ないから。じゃあなんでさくらを誘ったんだ。そりゃファンサービスに決まってんじゃん。彼女本気っぽいからな。今回でいろいろ気づくだろう。いちいち相手してられないし早めに拒否っとかないと。そんな、そんな、優しさだよ。これが僕のファンに対する思いやり。傷つくなら早い方が痛みも少ないでしょ。思いやり、おいと言っても君がファンになってくれたら話は別だよ。お待たせいたしました。お客様、ご注文をお伺いいたします。うすい、お前なんでここに。何この店員、美咲ちゃんの知り合い。彼氏じゃない、タイミング的に考え。違う、違います。じゃあ何。ただのストーカーですよ。じゃあ他の店員呼んで。大丈夫、ストーカーだけど、ストーカーだけど、そうじゃなくて、なんていうか、つまりその、あ、だから。あっそ、しらけた。どうぞごゆっくり。ストーカーだけど、そうじゃなくて、何？つかお前何してんだ。いつからここでバイトなんかしてる。してないよ。じゃあその制服は。いや、偶然知り合いを見つけて、なんとなく剥ぎ取ってやりたくなったから。いや、お前間違ってるだろ、人として。しょうがないよ、俺だってなんとなくイラつくこともあるよ。いや、だからイラつくことがあるからって。それに俺独占欲強いから、ああいうの許せない。関係ないだろそんなこと。だいたい勘違いすんなよ。今日はさくらが大好きなんだ。だから美咲にも紹介したいと思ってたんだ。さくらが楽しみにしてて、なのにこんな。なんて顔してんの愛沢。仕方ないだろ、こういうことよくわからないんだから。どうすれば一番いいのか。一番ね、そんなの誰にもわからないんじゃない。なんだよ、クソ。ブス。クーガ君、今度のライブで新曲歌うんですよね。ああ、うん。